使わんねえ、本当に使わんねえ、これマジ。お疲れです。お疲れです。何、ちょっとこの真ん中の二人おかしいやん。あれ、なんだろうな。どうしたの、なんだろうな、なんだろうな。どっか連れてきた、これ今日か実は今日は、うん、あの寺西くん、うん、ちょっとファンですよっていうドッキリを仕掛けようかなと思って。寺西くんのファンっていう風で、はい、で、うん、会社に来て、うん、もうジムがとりあえず対応して、まあ、上に待っといてもらいます、うん、で寺西くんが仕事終わって事務所に戻ってきます、はい、お客さん来てますよって言って、そこからちょっとどんな会話するんかなと思って。あ、はいはい。で僕ら3人は、うん、下の社長の部屋で、うん、モニタリングみたいな。勝手に俺仲間に入れんなよじゃあちょっと2人ほんと大丈夫、騙せる。頑張ります。キャーしてカーンするカーンして、もうどうせやるならもうバカバカに調子乗らしたよじゃあちょっとリハーサルしながら待ってましょうか。はい、待ちましょう。レッツゴー。いいねーいいねいいねさあ、じゃあ社長室の皆さん入ってきましたんで、はい、この状態ねモニタリング中見たいよね。エルサかわいい。オロバが好きな。ディズニーめっちゃいい。まあ、もちろん自然するか。はい。これ、太郎くん、電話しろか。おう、違うか。俺が電話した方がいいな。はい。高橋くん、はい、もう取材オープンのゴール。あ、そうですね。あ、ほんと。あんなら、一回こっち来てくれ。なんかね、お客さん来てるんだわ。お客さんか。うん。なんか、住民が言っとった。なんかお客さん来とるで。あ、ほら、もうすぐ行ってってくれる。なんか結構待っとるみたいだし。わかりました。うん、戻っとるで。先対応しちゃってくれ。あ、わかりました。うん、よろしいです。はい、お願いします。電話しろ。これ言ってるの。やばいな。暇なんだよな。いや結構待っとるもんな。結構。いや、もう来る。もう来る。まあ、視聴者は分かってるな。視聴者は上のモニターで見れるもんね。もうあくびしちゃってるあくびしちゃってる。だいぶ立っとるな。譲ってきましょう。マジあいつら髪引っ張るかって言ったら今日あいつらシャンパンをさせようよって言ったらめちゃくちゃ全部俺録音聞けちゃうじゃん。録音しとるからこれね。ちなみにお客様に言うと、このティッシュのこの中にマイクが仕掛けてあるから、ワイヤレスマイクが仕掛けてあるから、音も結構クリアに楽しめると思います。かわいい。もうベイビーやん、ベイビー。カラオケ行きたいな。僕ももしこれやられたら、僕絶対ドッキリだと思うんですけどね。いや、俺も思うだろ。だって、結構長くバレるかもしれない。バレるんですかね。バレたら面白いけど、バレたらもうバーって出てきますか。結構リハーサルしたら大丈夫。まあまあまあ。あいつら、でも俺も覚えられる。もう容易に。の？チコ？チコ？あ、こんにちは。ファンです。はい、会いに来ました。会いに来たと。そう、顔がキモい。顔があれ、ダメだ、キモい。顔キモいんだけど、めっちゃキモいや。よくするよ、この顔よくする。はい、誰？やばやばい、イケメン。そう、ありがとう。かっこいいね。え、なんの YouTube 見て。 YouTube の、はい、え、YouTube のファンで今来たってこと？そう。カメラさんが来たやつ。え、嘘やろ、ほんと見てる？そう、YouTube 見て、うん、めっちゃかっこいいなと思って、会いたいなってなっちゃって頼みました、うん、え、俺に会いに来たの？え、どこから？岐阜県から。あ、そうなんすか。え、あんまないですか、そういうの？え、ない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 、全然。初めてですね。一度初めて。初だけど、え、すごいね、本当に。じゃあ結構見てるの、 YouTube とか？いや、見てます。毎日投稿してますよね。あ、そうそうそう、毎朝6時と夕方にも上げとるかな。今日の日も
います、ね、そう、はい、そうだ、あーやっとったあー俺で撮るやつあそう撮ったんだ、たまに出てないですもんね、あそうやね、たま毎日ではないね、出てない時めっちゃ辛い、辛いもんねそう、うまいね、いやプロだね、女の子たちは女の子たちはプロ、毎日男楽しそう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 ちょろいだろ、こんなやつちょろいだろ、格好のいいものだろ、腰事だよ、腰事、腰事、腰事、これぐらい、あの、浅めしまいってやつ、浅めしまいでも会いたくなってしまったんですよそれわざわざ来たの、うん、めっちゃ嬉しいわ、それマジで、そう、はぁ、あ、すごいな、生のがかっこいいですねあ、そう、でももう時短ではもう29なんだ、いや、若いし、そうまだ若いし、全然いける、いけるそう、嬉しいわ、いける、あ、そう、いや、もう仲良くなりたいなと思って、そう、めっちゃ恥ずかしいはぁ、あ、ファンか、手汗やばいですけど、握手いいですか、握手、めっちゃやばいよ、マジ、え、マジでやばい、マジやばい、マジでやばい、手が取るよ、そう、じゃ本当にやばいけどいいですか、俺の仕事帰りやで、汚いよ、やばいやばいやばい、握手、うん、ちょっと拭いてから、いいよ、いや、拭かずに汗つける、マジで、いや、拭かずにつける、そう、全然いいよ、はい、イエーイ、え、冷た、やば、手洗いんじゃん、洗って、それは洗えんね、え、そうなんだ、匂いがかかるなっていい匂いした、そうなんだ、いいな、いいな、やってよ、いいな、いいな、ここで、ここで、マジで生、生、しょうがねえなもう面白い、そう、もう面白い、もう面白い、嬉しい、気持ちいいねいいだろ、もういいなどう、最高、いい、そう、もう一回行ってみよう、もう一回行ってみようか、もういいの、いいの、もう一回行ってみよう、後ろから振り向きバージョン、オッケーオッケー、もう贅沢だな、もうダメだぞ、お前ら、お前ら、行くよ、いいよ、いいなここまで聞こえるし、生の声が、電波の良ければ連絡先知りたいです、俺の、はい、そう、彼氏がいないよ、いない、そう、めっちゃいそうじゃん、いいあ、いいよ、全然いいよ、え、遊びませんか、あ、全然いいよ、釣れてるだけで、本当に、うん、全然いいよ、あ、もう俺一応職種やね、もともと結構あの、時間とお金も全然作れるで、やば、うん、全然、どこも釣れてだけるわ、かっこいいな、やろう、かっこいいわ、かっこやろ、かっこいいわ、そうなんだ、ブケーシ君の顔が笑い、もうね、この映画は鼻の下のやつ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 あ、ほら、さすがトップガモ、そう、うん、これあれじゃん、えペイントのやつじゃん、そう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 、写真撮ってる、写真撮ってる、写真撮ってる、これはすごいこれは俺ら騙されるわ、野鳥だ、僕、毎日騙されてますけどね、逆に怖くなってきたな、キャバクラ行くのが、ご飯行きたい、ご飯、あ、いいよ、え、ほんと、うん、いいよ、いい焼肉屋さんとかしとるやつ、俺、そう、一回ね、動画で使ってるってことかもね、結構顔聞くもんね、さ、え、来た、え、連れてたけど、え、来た、うん、で、帰り送ってたけど、マジ、うん、いいよ、いいよ、最高やん、行きましょう、実家行きましょうか、行きましょうか、行きましょうか、どーん、行きましょう、行きましょう、いいよ、全然もっと近づ、近づいてみる、ちょんちょん、いいよ、触らしてあげるわ、筋肉触らしてあげるわ、あ、向きってやってよ、おー、でも、そう、硬い、硬い、そう、いい、まあ、年仕事しとるでね、リスペクト、リスペクト、うん、尊敬した、した、お疲れです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 、なんか、岐阜からファンが、ファンが来ました、え、岐阜からファンが、岐阜からファン来た、ちょっと遠いよ、そうなの、俺ジムから連絡もらったけど、僕のファンみたいな、え、嬉しそう、嬉しそう、そや、本当に、はい、あ、そうなの、はい、結構会場になっちゃったよね、と思ってました。びっくりしました、本当に。さすが YouTuber 魂やね。いやー、ええか。ファンとしていたの大事です。そうですね。ファンとして。はい。すごいですね。そういうことね。はい。そういうことらしいですよ、なんか。ちなみに俺今日さ、カメラ持ってんだけどさ。なんでカメラ持ってんだろう、これ。ちなみに俺今日カメラ、まあまあこれね、絶えず、まあ、この間言ってたじゃん。いろんなものを動画にしとこうって言ってるで、まあたまたまカメラ持っとるんですけど。たまたまっすかね。社長が持ったの。でんですかね、これ。なんで？なんで？なんだろう。
なんでなんでなんでやろ。ファン、ファンなんでしょ。ファンでしょ。ファンなんでしょ。え、なんで豊さんもいるんですか。何やったの。そうだよね、よく考えたら、よく考えたら、なんでなんで豊がおるんだって。一緒の会社おるんだって。うん、なんでねえ、ファンなの。はい、ファンですよ。本当に、うん、本当にファンなの。ファン、ファンで本当に本当に大好きなの。どういうとこが好きなの。いたていたて。でも盛り上がってないでしょ。かっこいいし。本当に本当に思ってんの。本当に。あ、そう。本当にもう言っていいよ。もう大丈夫よ。もういいよ。絶対ねー。大好きでした。ごめん、ちょっと待って。これ見て、これ見て。これすごいな。ほら、ボルダリングしちゃうから。キモッ。ボルダリングしちゃったから、ボルダリング。ちなみに、あそこ見て、あそこ、あそこ、キロ後ろ、キロ後ろ。ドッキリ出してこ、ドッキリ出してこ。なんかめっちゃかっこいいとか言ってたじゃん。本当にかっこいい。いやー。ちょっと、YouTube 見たことあるの、テナシ君。俺の動画とか結構見とるやつ。いつ見たの。さっきかな。いや、あのね、テナシ君、ここ1時間ぐらい、それでめっちゃ打ち合わせしたの。バリバリ調子乗ってたけどね。うち携帯とかもしてた。あ、なんか写真撮ってなかった。写真撮ってなかった。写真撮ってなかった。ちょっと声出てる、声出てる。それも WP、WP。 ちょっと整理してですよ。その、打ち合わせはドッキリじゃないですか。LINE も焼肉もないってことですよ。え、LINE 交換したの。した、した、した。ライン交換したの。いや、追加してない。追加してない。追加してない。追加して。え、ちょっと消しといて。いや、消しといて。お前、ライン消しよ。ライン消しよ。いや、消しですよ。追加してないからさ。ライン友達になってもいい。え、ちょっと、いや、無理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 。飯行くんじゃないの。行きます行きます、焼肉行きます。嘘、行くよね。あ、今日飯行くの。あ、行かないです。1000円くらい。1000円くらい。誰と行くの。誰と行くの。こちらが行きます。誰誰、こちらで、この2人と。はい、1000円くらい。俺番号はないです。番号ない。番号はないよ。もう一人連れ立ってよ。いい。別にいいじゃん。ご飯だけ3対2で連れ立て。番号はないし。いやー。それも嫌。それも嫌。え、本当に嫌。本当のやつなの。まあ最後にじゃあ、さっきやった笑顔でいいなってやってくださいよ、そこで。いや、やったじゃないですか。じゃあ全員で。じゃあ3人でやる。やだもう、もう絡みたくない。どうやっていいなやれっていうの。いや、いけるよ、いいながいいな。振り返りな。振り返りな。振り返りな。ほら、ファンから言われたよ、ファンから。もう最悪、YouTube で言われたね。何やこれ。やれるか。使わんで。本当に使わんで、これマジ使うからね。まあ、今日はあの、絶対でしょ。夢でしょ、これ。夢やん。もう夢だな、これ。大成功だったということで、またこれからもね、面白い動画とかたくさん作っていきますんで、チャンネル登録と、グッドボタンだけ、ぜひよろしくお願いします。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 また見てね。OK。テンション最後なかったね。テンションなかったね。いや、面白かった。だから面白かったね。いや、全部残った。